高いマイナス14の着艦制動装置は着陸の際に飛行機を短い滑走距離で制動するための装置。特に航空母艦では着艦の納費はその根本であり着艦できなければ空母としての機能に関わることから制動装置は極めて重要となる。ペンシルベニアへの初着艦1911年1月18日アメリカ海軍の装甲巡洋艦 ペンシルベニアの後、甲板上に36、六0メートル台のプラットフォームが仮設され、これを横切るように、両端に土納が結び付けられたロープが22本用意された。また衝突に備えて、水の背後にはキャンバスの垂れ幕が設けられており、これらが世界最初の着艦装置となった。ユージン・バートン・イーリーの操縦するカーチス・モデルリーは11本目のロープに木のフックを引っ掛けて、 約15メートルの滑走で停止しており、これが洋上の艦船への世界初の着艦となった。イギリス海軍のフューリアスは、まず船体全部に発艦用艦艦を設置した後、1917年末からの第一次改装の際に、船体後部に着艦用艦艦を設置したが、ここには初の実用的着艦制動装置が設けられた。これは、 縦作式を採用したもので、甲板の中央部に多数の工作を数十センチおきに前後に張り渡し、機体の射軸、またはスキッドの中央に設けた V 字型フックをこの工作に引っ掛けて、その摩擦を制動力として機体を停止させるという原理であった。しかし、同艦の場合、飛行甲板が全通しておらず、 着艦甲板の正面の煙突からの熱気による乱気流の影響もあって、使用実績は不良であり、13回の着艦テストの内無事に着艦できたのは3回に止まり、他は全て機が破壊するか損傷を受ける結果に終わった。この結果、同艦では着艦甲板の使用をしばらく中止し、同時期に同様の改装を受けたビンディクティブでは制動装置を装備せず、 ロープによる静止装置のみを設けていた。第一次世界大戦末期にイギリス海軍が巡航させたアーガスは世界で初めて全通飛行艦板を備えていたが、制動装置は縦作式であった。フューリアスでは柵を木の杭で持ち上げていたのに対し、同艦では木頭式の駒板が採用され、また柵の配置も改良されたものの、結果は満足すべきものではなかった。 また大日本帝国海軍の宝鐘や赤木、加賀でも縦作式が踏襲されたが、これは他に変わるものがなかったためであった。1920年代には原点であるペンシルベニアでの実験的着艦で用いられていたような横作式が再び注目されるようになっていた。1924年、アメリカ海軍は、 カールノルデンと TH バースが開発したマーク1呼びに制動装置を採用したが、これは縦作式とともにロールブレーキを用いた横作式を併用したものであった。その後も縦作式の欠点が改められなかったことから、1929年には縦作式の廃止を決定し、油圧式横作のマーク3が装備化された。これは、 最大速力52のと重量2.7トンの機体を制動する能力を備えていた。1927年に巡航したフランス海軍のベアルンは早くもロールブレーキを用いた横作式の制動装置を備えていた。これは好評であり、1930年には日本海軍もこれを購入し、正式と称して加賀に設置した。また、日本国内でも 完成本部から委託を受けた、かやば史郎が、油圧式横柵の制動装置を開発しており、かやば式として、同年に赤木に設置された。さらに1933年には、呉海軍工廠が開発した電磁ブレーキ式の装置が、呉式1型として正式化された。1938年には、改良型の呉式4型が完成したが、これは、 最大速力58のと重量4トンの機体を制動する能力を備えていた。太平洋戦争開戦時の日本空母は全て制動装置としてクレシキ4型を備えており、大型の赤城加賀などでは制動作12機、小型の龍城では6機を備えていた。一方、イギリス海軍はアメリカ海軍と同時期に縦作式に見切りをつけたが、 アメリカ海軍と異なりただちに横作式に移行することはなく、しばらく制動装置なしで航空母艦を運用していた。その後、1938年にアークロイヤルが収益する際にアメリカ海軍と同様の油圧式8作の横作式制動装置を装備した。アメリカ海軍ではヨークタウンで重量4.5トン、速度113キロメートル毎時の機体を制動。 可能なマーク4を装備化し、ホーネットで装備化された改良型のマーク4モット 3A では重量7.26トン、速度 137km 毎時まで制動可能なようにアップデートされた。これらのマーク4後期型は第二次世界大戦中のアメリカ空母の標準装備となり、後のモット5.6では重量8.98トン、 速度 103km 毎時となった。そして終戦までに SX 級のうち7隻には重量13.6トン、速度 145km 毎時まで制動可能なマーク5が搭載され、戦後にはその他の SX 級にも設置された。そしてフォレスタル級よりさらに強化されたマーク7が採用された。なお、アメリカ海兵隊は 空母用のマーク5モッド2をもとに、地上用に改定した M-2 モリストを装備化した。これは短時間で移設可能なように設計されており、前線近くに設営される佐藤の構成要素として構想されていた。ベトナム戦争時に佐藤として設営されたジュライ飛行場では、当初は作戦機をモリストにより着陸させて、 ジャトにより離陸させる運用が行われており、また後にカタパルトも設置されて、舗装滑走路が完成するまでは、陸上ながらカッタバー運用が行われた。蒸気の経緯より、1930年代以降の制動装置はすべて横作式となった。これは、甲板状に浮かせた状態で数本貼られた制動作を着艦する機体のアレスティングフックで引っ掛けて、 強力なブレーキ力を発生させるものである。制動策を捉えた副制動策は当初は蒸気のように10本前後と多数が配置されていたが1950年代に入って着艦隊を斜めに配置するアングルドデッキが発明されると着艦また行を容易に行えるようになって減少した。アメリカ海軍の場合アングルドデッキか 1> 第1号のフォレスタル級で装備化されたマーク7制動装置は当初は6作型だったが後に4作型に変更した。マーク7制動装置の場合約12メートル間隔でワイヤーが貼られておりクロスデッキペンダントと称される。着艦点は飛行艦板の後端から50から55メートルナンバーワン2のワイヤーの間に車輪をつけて 降りるのが標準的な手順とされていた。ナンバー2.3のワイヤが一番引っかかる率が高く、それぞれ約32%はこのいずれかにフッキングする。また夜間ではナンバー3.4ワイヤが約30%とされていた。その後、着艦精度の向上もあって、最も監視側のナンバー4ワイヤの使用頻度は低下しており、保守整備の手間を削減するため、 ニミッツ級、ロナルド・レーガンからは散策型となった。最大繰り出し長は105メートルで、ニミッツ級の着艦隊の長さ243メートルの43%ほどの長さとなる。キティホークのアレスティングエンジン制動機構としては、油圧式が一般的だが、古い空母ではスプリング式を用いた例もあった。上記のように、日本海軍が初めて正式化した制動装置は、 電磁式だったが、後に制動力の上限に直面して、油圧式に変更した。アメリカ海軍のマーク7制動装置では、ワイヤー1本につき1機ずつ設置されており、それぞれ長さ15メートル、重量43トンという、大掛かりな装置である。制動作は、別のワイヤーを介して、アレスティングエンジンに接続されている。フックが、 制動策を捉えて前方に引っ張ると、その衝撃はまず空気圧と油圧を用いたダンパーで緩和された後、クロスヘッドという大型の滑車を回して、左右の油圧シリンダーと直径約50センチのラムを両側から押し縮め、その圧力によってワイヤーの繰り出しに抵抗がかかり、張力を生じる。ワイヤーの末端はケーブルアンカーダンパーという最終的な、 油気圧式制動装置につながっている。同装置では105ノットで侵入する22.7トンの機体を制動することができる。機体重量や速度にかかわらず常にワイヤーの繰り出し長さを一定に保つ機能を備えている。繰り出されたワイヤーを巻き取って着艦待機状態に戻るまでの時間は約2分である。なお、ジェラルド・アルフォード級から搭載が計画されている。 先進着艦制動装置は、油圧装置に変えて、ウォータータービンの抵抗によるパッシブな減速と、モーターによるアクティブな制動を組み合わせる方式を採用しており、性能的には、マーク7制動装置と同様だが、より細かく機体の速度、重量や強度に合わせた制動を実施できるように設計されている。ありがとうございます。